吉田さん、やっぱすごいですね。インスタの投稿4000すると、なんか企業案件まで来て時計3個ももらうみたいなね。で、セミナーもまあ大成功して、セミナーをした人は儲かるけども、セミナーを受けた人は何もやらないみたいなね。まさに言い方悪いですけども、カモ発生装置みたいな感じになっちゃいますよね。だからこれね、仕掛ける側がカモを呼んできてるわけではないんですよ。やらないからカモになっちゃうんですよ、ミスミス。教わったことを教わった通りに、アウトプット実行して、例えばインスタだったらね、4000ピクチャー上げればいいわけでしょ。それをして、その上でどうするかなんですよね。どう修正するかなんですよ。どう振り返って反省して次に生かすかですよね。でも4000どころか1000もやってないんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり何かをね、圧倒的にやらなければ、それは圧倒的な結果は出ないですよね。で、なんで人は継続できないのかっていう話をね、また改めてここでしようかと思いますけども、どんなに行動しても一日一日の変化っていうのはちょびっとなんですよ。だから頑張る方に変化するのもちょびっと、堕落する方に変化するのもちょびっと。だから一生懸命やってね、毎日やってるぞって言っても、毎日ちょっとずつの向上なんで、明らかにドーンと跳ねたのが分かんないんで、モチベーションは続かないんですよね。だから遠くの大きな目標を見ながら、今日の小さなミッションをこなしていくっていう、この淡々とする姿勢が非常に大事なんですよね。それこそ思考停止して、もうずっと作業のようにマシンのようにやるみたいな感覚が必要だと思います。でも、もう一個のね、ちょびっとずつ悪くなっていこうっていうのは、ちょびっとずつ悪くなるんで、茹で返るのように気づかないんですよね。まあ今日はたまたまさとかね、なかなかうまくいかないな、でも継続すればなんかいいことあるだろうみたいな感じで、ちょっとずつ悪くなる継続をしてるんで、奈落の相談に落ちた時にもう取り返しがつかないんですよね。で、しまいには詐欺だとかね、言った通りにやったのにできなかった、知るかって話ですよね。言った通りにやってできないこともあり得る。なぜなら言った通りにやってできなければ、途中で修正を加えることが可能だし、サポートを受けることも可能なんですよね。そのいずれもやらずに、ただ真似事のように上辺だけをね、じゃピクチャーだけ上げましたって言っても、それはね、何も生まれないですよ。で、逆にですね、1000とか2000とかっていうアウトプットを何も考えずに、何も改善せずにやる、その思考停止はどっから来るんだって話ですよね。危険だよなと思うんですよね。だから思考停止も2種類あるし、いい思考停止をしなければならないのに、多くの人は悪い思考停止をしちゃうんですよね。本当に作業の方に繰り返すだけみたいな。やっぱそこに改善なり、自分なりへのカスタマイズとかを入れていかないといけないのに、まあそんなことね、もう高飛車になって言うわけじゃないですけども、こんなこといちいち言わないといけないのかなって思っちゃうこともあります。やっぱりね、いろんなことで大失敗大成功、いろんな経験をされてきたと思うんで、それにすり合わせて、あ、このまんまじゃダメなんだなとか、こういうふうに進めばいいんだなっていうふうに、やっぱ自分の人生からもね、学んでいくこと、そして大きければ歴史の成功者失敗者から学んでいく、そういうふうにしていただければいいんじゃないかなと思いますね。まあこういうふうなねこともありますけども、とにかく昨日 A8 ネットで自動車保険の案件あったでしょ。あれ誰かやりましたかね。あんな秒でやらないとね。いってらっしゃい。